40周年なんで、なんかちょっと新しいことっていうようなことで、まあ、映像で夕焼けの活動を紹介できたらなっていう話になって、で最初本当にあの活動紹介のなんかビデオをちょっと撮ってもらって、あの当日流すぐらいのつもりだったんですけど、まあ、監督が社会に発信できるようなものをドキュメンタリー映画として作りたいとか、覚悟はありますかとか言われて、私ちょっと意味わからなくて、はい、まあ、資金作りの覚悟があるのかってなんかそういうふうに言われたのかなと思って、覚悟ありますって一応言ったんです。それでついにあの、まあ、社会で好評だったので、まあ、監督があの映画館で一般公開しようっていう話になりまして、でその時にあのまた実行委員会のお母さんたちも含めて話し合いしたんですけど、やっぱりちょっといろいろ葛藤がありまして、で親御さんもね、あの自分の子供とで親御さん自身も出てたりするんですよ。ですごいあの実名で顔も出てるんで、あのためらいがありましてね。だからあのおそらく監督さんがあの覚悟があるかどうかっていうのは、あの皆さんの顔や名前 自体が社会にこう発信された時にそういう覚悟があるのかっていうふうに言ってたんだなって、今頃になって気がつくというか、ただ恥ずかしいですよ。すごいなんか本当になんか自分の姿とか声が出てるのは恥ずかしいです。学校がありましてね、まあ、子供、まあ、ちょっと背伸びして頑張って授業を受けますんで、まあ、そのこと自体はとても大事なことなん でだけど放課後の活動、このその後の活動なんで、あんまりこう頑張らさせるとね、なんか伸びたゴムを椅子を引っ張るみたいになってしまって、子供にはきついので、だからそんなに頑張らなくてもいいんだよみたいな受け止めの雰囲気作ったりとか、自分でこう、主体的になって何かにこう打ち込みたいとかね、そういう思いがあればそこをこう十分にこう作り出してあげるとか、そうするとあの、まあ、子供と大人との関係がそんなにこう、なんていうんですかね、緩やかっていうか、そんなに緊張し合うような関係じゃないものになっていくんで、まあ、子供の気持ちがこう出やすいんですね。まあ、短い言葉で言うと人格の力って言ってますけど、まあ、そういう自分らしく生きる力っていうんですかね、そういうのを育てたいっていうのは、まあ、日頃が大事にしてることですけど、あの例えばあの相模原のね、ああいう山寄りへの殺傷事件とか、あるいはあの子供のさまざまなね事件とかあったりして、人間性をこう否定したり命を粗末にするような、まあ、流れがちょっと一部にはあったりするじゃないですか。そうじゃないものがちゃんとあの足元にあるんだっていうのを、まあ、例えば小平はそういうものがたまたま夕焼けっていうことでやってるけど、他の地域でもあるはずなので、まあ、そういうものをこう掘り起こすようなねことにつながっていけばね、そもそも子供っていいもんであったり、人間っていいもんであったりっていうようななんか人間参加みたいなものをね、こうちょっとまあ不十分ながら発信できるならばね、あの社会に対してなんかこう小さい励ましにはなるのかなっていうふうには思いますけどね。